ホンダ CBR1000 RRR ファイヤーブレード SP 4400円。いやー、価格が280万円するバイクが4400円で所有できるんですね。まあ12分の1ですけどね。 いやー、いろいろニュースを漁っていたら、ホンダ CBR1000RRR がプラモデル化するというところで、ちょっとタミヤのサイトを見てるんですが、いや、やばいですよね、これ。プラモ好きにとってはちょっと興奮ものです。わかります？このデッキ。やばくないですか？いやー、タミヤさんのプラモデル一回作ったことあるんですけど、作ったのは YZF-R1M ですね。めちゃくちゃ出来が良くて、12分の1なんですけど、すごい所有感ありますよね。まあ、ちょっと今回はこのページを見ながらいろいろと話していきたいと思います。CBR は特に思い入れのあるバイクなんですよね。なんでかっていうと、初めて買ったバイクが CBR で、初めて買った大型バイクも CBR なんですよ。このバイクは本当に扱いやすいバイクでしたね。思い出のバイクです。忍者1000を買う前にこの RRR が発売されていたらこっちを買っていたかもしれませんね。説明文ですね。スーパースポーツバイクカテゴリーを構築したホンダ CBR。その最新モデルが2019年のミラノショーで発表されました。CBR1000RRR ファイヤーブレードと命名された今回のマシンはそれまでの公道での扱いやすさの追求からレースで勝利することに主眼が置かれました。MotoGP マシン RC213V のレーステクノロジーを随所に導入し、水冷直列4気筒エンジンはクラス最強の217.5馬力を発揮。そのパワーを使い切るために高度な電子制御デバイスを搭載し、サスペンションも電子制御。さらにカウリングは空力を追求し、サイドカウルに特徴的な内蔵型ウィングレットを装備しているのも注目です。ということですね。はい、パッケージですね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。このパッケージ、写真じゃなくて、実際イラストで描いてるんですよね。いやー、本当これが手書きっていうのが本当すごいっすよね。はい、それぞれ細部の写真もあるんで、ちょっと見ていきましょうか。リアビューですね。いや、本当実写さながらですよね。この感じを見ると。カウルサイドの穴も再現されてますね。あと、マフラーの2本つなぎからの1本出しっていうのも再現されてますね。塗装を変えればマットブラックカラーの方も再現できるみたいですね。はい、フロントビューですね。いや、ここすごくないですか？空力のところまでちゃんとしっかりと再現されてる。なかなかです。これだけアップにしても本当本物さながらですよね。いやー、すごい。ドリル加工されたブレーキディスクの方ですね。ここまでちゃんと穴開いてるんですね。やばいな、これ。アクラボのサイレンサーもステッカーでかなり再現されてますね。あー、やば。マフラー部分のアップでもかなり実写さながらですよね。てか、あれなんですね。アクラボビッチの下に CBR のロゴがついてるんですね。知らなかった。シート部分もタンデムシートとシングルシートカウルの2パターンが再現できるみたいですね。あ、タイヤもあれですね。ピレリのスーパーコルサのフレットを再現してるんですね。あと、レーシングスタンドもついてくるみたいですね。めっちゃリアルだな。しかも、スイングアームの注意書きのステッカーまでこう再現されてるんですね。ライト周りもかなり細かいですね。テールランプの中身の部分までも再現されてます。エンジン部分ですね。このサイドカールは着脱式でディスプレイすることもできるみたいですね。で、サイドスタンドを使ってディスプレイすることもできるみたいです。この写真見たら本当もう実写にしか見えないですよね。メーター周りまで再現されてますね。で、表示の種類は3種類のシールが用意されてるみたいです。ミラーも表面のシールで再現しているみたいですね。本当実写さながらですね。発売は2020年の7月になるみたいですね。いや、本当これすごく欲しいですね。ちょっと発売したら購入して作ってみたいと思います。
はい、こんな感じでちょっとプラモデルの紹介になりました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた、バイバーイ。